面白い。外国人から。はい、どうも、ウイです。はい、シューマ、シューマです。はい、ということで今回はね、ユニバーサルスタジオジャパンにやってきました。お目当てのね、制服デートがいますよ。お目当てのこちら、クールジャパンにやってきました。今回はエヴァンゲリオンと進撃の巨人とキャリーパミュパミュとモンスターハンターとバイオハザードですね。はい、でシーマは今年パスを買ってね、そうですね、初で今年、何年ぶり、シーマ2年ぶりぐらい、2年ぶりくらいね。まあ今から進撃の巨人がの壁の巨人が現れるわけなんですけど彼女つくんですよね、そこでね。かなおあ、すげえな壁の巨人いいっすね。どうっすか、なんとも言えないっすねではこっちは毎年ある、何これ、どれ行くの、こっちは毎年あるやつ、入れんの、あ、これこっちですか、どうしようかな、並ぶか、並ぶか。これって口の中入っていいんすか、ダメだ、吸わない、手の中の決まっているんだ、吸わない笑ってる、笑ってる、いや、あの下座ってみたいなダメだ、お前、あの口の中に入りたいヘダニはいっぱいいるんだが、吸わないからダメだ、まあ、来たこれ、来たこれ、はい、あ、中までしっかり作られてるやん、これは、おマックピンって言うのね、いやかっこいい、ちょピンと合ってないって、いやいいね、かっこいいっすね、はい、撮ってもらおう、俺こっちでいい、いいよ、俺はモンハンクロスやってるからキャラ分かるけど、シーマやってないの、全く分かる、いやで、今回おるのは、ジンオーカとリオレウスやから、うん、分かるやろ、分かる、てってってってニャンニャン、で、ここにいるんですよね、あ、来た来た、ついちょうど来た、どっちや、クラッこっちや、こっちか、どっちか、リオレウスや、で、あっちも動くか、で、あっちも動く、さあ、そっち行こう、すごいな、目の前おったからめっちゃ水蒸気かかったしあ、来た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 、あれ、そっちやあ、そっちやねあれ、そっちやわまたそっち来たわ、来たね、来たか、来たね、あっきれい、まっきれい、3DS 持ってくるの忘れた、あ、なんかあんの、うん、そう、ダウンロードできんねん、クエスト、あははは、 3DS 持ってくるの忘れた、今日すっかり忘れとったな、ベテランが4分で、どっちある、ベテランか、ルーキーも確かあると思う、ルーキー、おっそ、俺ら、ま
まああれやな、シルバーも初めてやってたしな。うん、まあ遅くてしょうがないよな。あなたの記録12分28、あとちょっとやし、あと1分半早ければ。あかんわ。もっとガチでなってもらう。無理やわ。いやタクト行った時も無理やってんな。これ俺ら下手くそや。キャリー来た。何でした？ステファンのやつが何分や？220。ああ。まあ、だって前420とかやったから。これが一番楽しいらしいんで、はい、一番面白いって聞くんで。3時間ちょっとか。3時間ちょっと今から並びますか。ちょっとどころじゃないね。ほんまな。すげえすげえ、これすごくない？すごい。やばい。それではキャリー殿、案内をよろしくお願いいたします。やばい。なんかすごい。すげえ。やばくないこれ。やばい。キャリーが気持ち悪いけど。すげえ。やばいこれ。うわすごい。ありました。これすごない。うわあ、やばい。まあちょっとキャリーの感想をということで、キャリー乗ってきました。2時間並んだ会話、まあ、あったね。あったやろ。あったよ。やってほしいなと思いました。キャリーとかより、あのドラクエとかマリオとか任天堂とコラボするのも決定したみたいなんで、マリオのクッパがこう襲ってくるとかのでも面白いかなっていろいろ、あのキャリーのはなんかやり方があるかなって思いましたね。だキャリーは絶対皆さん乗った方がいいと思います。キャリーはね、一回はもうなんか新しい新感覚って感じです。いつもパンツは見えた。パンツは見えましたね。見えましたね。チャンネル登録よろしくね。Please subscribe. Thank you.